すいません、むせそうになったので録画を中断したんだけど、あれ見るからにやべえな。で、見るからにこっから飛べと言わんばかりの場所ですよ。そして多分目的地は中なのか。やだな、暗いところやだな。あったわ、よかった、たどり着けた。道のりがむちゃくちゃな気がせんでもないが。どうも、バッテリー製造機。ほう、製造してみて。え、なるほど、遥か地の底へ向かうべき。マジかよ、やめてくれよ。とりあえず祠行くか。行ってきます。ナチョヤハーヤハヤハー、行ってきまーす。どうなるっかな。戻す力、さっきのを使えってことですね。つまり戻れ、こ戻れ、こういうことか。にしてもまだちょっと喉の調子が良くないっすね。でも、むせてでも、ゼルダがやりたくて仕方がなくってね。うわ、なんか落ちてきたぞ。ちなみに、咳ダメでした。なので、仕切り直してるんですけど。ちょっと待って。戻ってきなさい、戻ってきなさい。俺死ぬて。戻れ。よし、あかんわ、あれに綺麗に乗れへん。つうかあれか、乗ってからやればいいんや。戻れ。おお、あそこまで行くぞ。これめちゃくちゃ便利じゃない。おお、落ちてこの運動までで再現してんだね。すげえな。解除。さーて、なんやあれ。はあ、でもゴール地点だからな、あれあんまり気にしなくていいでしょう。よし、戻って。これすげえインチキできそうだよな。物の動きを見てんだよな。お？これはいつぞや僕がやろうとしたことが合ってるパターンでは？あ！そういうこと？でね、一つ思ったのが、戻れこうちょっと試してみようか。縦がいいかな。ポーチから出す。戻れ子はこれでもいけるか。つまり手間はかかってしまうけど、ウルトラハンドで掴みます、上げっぱなしにします、で落とす、ですぐに戻れ子を使うと、おお変な声出た。なるほどな。いや、これは有効活用できそうだなって思って。戻れ子はで止めることもできるって言ってたよね。よし、すれ違った瞬間だけは そういうことか。戻せば速度が一致するんだ。だから安定していけるわけだね。その瞬間を待つのが億劫だが、よし、オッケー。
突破しました。で、喉の調子はね、ちょっとバナナ1本食ってきました。まあバナナ1本ペロリといけるぐらいには喉回復してるんで、祝福を受けて次に行きましょうか。にしても今回のマスターソード復活にはどれぐらいかかるんだろうな。前回12でしたっけ。ふう、言わずともわかるよねみたいな感じですかね、これ。では飛びましょうか。そこまでは自力で行けというのか。懐かしき祠へジャンプします。で、ここだよ。飛び降りたらすぐですね、ここ。さて到着。飛び降りる場所を間違えるなよ。僕の目的地はあっち。うい、この水の表現いいね。こだわりを感じるぜ。またこれ弓打ってるあいつ復活してる？そうでもないか。拾えるのはありがたいんだけどね。ウルトラハーンズにしておこうか。あららら、ほう、掴む。で、これを出す、置く、くっつける、置きまして、くっつける。この上に俺は乗れる。よし。で、これを持ち上げてそこまで持っていくだろう。で、戻して下ろすと。で、戻れ子を使って乗ります。おーおーおーおお、一個取れ、おーおーおー、よしこれ楽しいな。うん、意外と時短もできそうだし、覚えておいて損はないテクニックですね。そこら中のもの拾ってイカ様できるな、これ。逆にワンパターンになってしまうかもね。よっ、戻れ。にしても、もともとインチキ臭かったのに、どんどんインチキの幅が広がっていくな。自由度は、戻れ子はやべえな。よ、北総エミー。ふん。はい。それ以外の選択肢がないんです。ちょっとだけ長生きできるようになったかも。おお、まがまがしさが抜けていくぜ。よし。開けましょうか。行くぜ。うりゃ、ドリア、外の世界行くぞ。ギリギリじゃん。演出と分かっていても怖いよ。なんかこの見た目、最後にイベント会話があってお別れの予感がするんですけど。あれ？手仰ぐね。共鳴中。よかった。扉を開くことができたようだね。
正気に蝕まれた貴殿の体はまだまだ万全ではないが、祠で得られた祝福の光の力でわずかだが正気を浄化することができたようだ。過ごせた時間は短かったが、君と話せて嬉しかったよ。え？ゼルダの言った通りだった。あの子をよろしく頼むよ。あまだまだ分かんないこといっぱいあったのに。それでもリンク君は前を向いて歩いていくしかないぞ。ほう、落ちてるってことか。いや違うのか。いやそうか、そっちか。これだ。通れる？あれ？どうやって使うんだっけ？あれ？あ、こっちだ。通れる？ブスリ。つい。さらばだ。いやー、広いマップだったとは。危ね危ね、死ぬかと思った。ブスリ。イエーイ。えほえほえほ。チェス。さっきもらったやつと共鳴してるね。使い物ならなくなってたな。そういえば復活してるか。うお、託せたと思うぞ。どういうことだ。過去にでも送られたのか、ゼルダは。意味ありげなドラゴンさんだ。爆弾やぶち込んでいいっすか。こいつら結構種類あるよな。懐かしき世界がそこに広がっているぜ。リンク、リンク、私を探して。ハイラルの大地、あそこヤバくないっすか。あそこやばくないっすか。
あそこハイラル城またお前ピーチ城かお前は行くしかねえ。おいやー加速だ。大丈夫、下は水だ。よし、ゾナオギア翼。ああ、パラセールがないと置いていかれるんだね。なるほどね。こうして見ると剣がぶっ刺さってるように見えんな、あそこ。仕方ない、このまま落ちるか。ふう、よし、健康です。ここはどこだ。ハイラルの大地とは言うがふわふわだぜ。これガーディアンとかはいないのか。そらな、その物語はもう前回終わっているということか。見覚えのない花が咲いているし。ほう、見覚えのない草が生えまくってるな。なんだあいつ、荷物持ってるぞ。うれ、悪いな、置いてけ。降りてきてやることがまずは暴力とはね、たまげるな。しかも物騒なものでも何でもなく堅実にリンゴ持ってただけだったぜ。罪悪感はない。そこに立ってたのが悪い。これはなんかこれ見よがしに資材が置いてある。なんだこの車作ってくださいセットみたいな。えのきだこうてあいつら生きてんのか。いや死んでほしかったわけじゃないけど。なるほどな、いろいろなものが落ちていますが、じゃあケーキ漬けに1個作りますか。あっちに向かって作れと言わんばかりじゃないか。よし、腕の見せ所だね。任せろ。ここまで培ってきた私のテクニックを全て総動員して完璧なマシンを作りますよ。と言ってもゾナウギアの扇風機がもうほとんど残っていない。よし、景気よく全部いっちゃうか。もうよし、作りますと。よし、ふっ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 、よし。でこんなにでかいのいらない。よし、そう、今までの知識全て無駄ではなかった。組み上げてみせるぜ。よし、ちょっと集中力がいるからね。口数減ったらごめんなさい。いいとこ見せっから。まあ思ってたのと違うけど、まあいい。これでよいしょっと、車輪がこれ回るのか。これ
まあいい。よし。無理してパーツを全部使う必要はないでしょう。ただこれ車輪っぽいけどさ、回らなさそう感が半端ねえのよ。吸っていく感じになるんじゃない？まあこういうパーツがあるんだなっていうお披露目なんでしょうね。よし。でこの木の棒はやっぱ邪魔だから撤去といきたいが、補強材として入れておこうか。いいねー。よし。よし。お、回ってんじゃん。お、いけてんじゃねこれ。嘘だろ。シーン？シーン？大丈夫かお前。来てるで。よし。すげえ、巨人でも乗せるんですかねこれ。ちょっと待って、勝手に行かないで。やばいやばいやばい、できてるかもしんね。テンション上がってきた。ストッパー、違う、そうじゃない。でこうして、いいんじゃねこれ。いいんじゃね。よし、できました。なんなら、よし、バッチシ固定っすよ。間違えた間違えた、違う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 、こうで、なんということでしょう。すげえ、昔の貴族みたいな。そう、中の人が誰か、影武者が入ってるかもしれない。あれだろこれ。車作るんだ俺は。左右対称にとはいかなかったが、登れないじゃないか。これはダメでしょう。いや、回るか意外と。いや、これはつけない方がいいな。よし。それっぽーい。ふう。ふう。この武器で殴るとぶっ飛ぶぞ。やめておけ。これぐらいにしておけ。おお。割とさ、ガス欠して戻る。予想の斜め上なんだが、ちょっと待ってくれ。これは予想外だ。まさかの逆走してしまうとはね。ちょっと待ってくれ。すごい勢いで下がってるからちょっと待ってくれ。待って、止まれ。ストップ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 。でここで必殺奥義、戻れ。こ
戻れ。よし、オッケー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 、いいねいいねいいね。で、あらがえ、くそ、エネルギーが足んねえんだ。せっかく作ったんだ、なんとか頑張ってくれよ。初めてうまくいったのに。曲がれねえ。まあ車は作れるということですよ。ただ僕の現時点でのパワーでは安定して進めるほどのエネルギーもなければパワーもない感じですね。さらばさらばタームレゴ、あれでね全国各地を回るつもりだったんだけどね。あれ新しいパーツあるじゃん。どこでも作れるじゃん。さて、ふう、逃がすか。なんか頭に角ついてないっすか。やばいってそれ、バカ野郎。何やってくれとるだこいつ。しかもあいつ死んでねえ。意外とあいつ近距離に対しては耐性を得たか。どうなる、どっからだ。ここからだ。やってくれましたね。そんないけない子にはお仕置きが必要だね。おお、辺り一面にゴブリン的なものだったものが広がっているね。根こそぎいただくとしよう。目的地こっちなんすね。ガーディアンとかは歩いてねえな。なんだあれ、うわっ、あれは僕が大嫌いなやつらじゃないか。お前ら突然出てこなければまあ許すよ。来るときは来るって言ってな。脅かすのはなしよ。きっしょ。まだやる気か。いや、帰ったな。落ちてるものもキモいからな、これな。よし。さーて。何がいいかな。チュチュゼリーでもつけるか。よし、いい火力だ。あいつ手ぶらだったぞ。あるいは炎のものを持っていたか。ハイラルだけです。これ空だけより栄養価高くない。よし、ゴリッとね。目的地に行きま、なんかいたぞ今。邪悪な生命体がなんかいたぞ。違うか、一瞬コログでもいたのかと。あとさっきなんか青く光る生命体かなんかもいたよね。
祠が超絶見やすくなっているが、なんだありゃ。草行ってみるか。草食おうぜ。よし、草おいしい。あん？こういう平然と歩いてるパターンは意外と珍しいよね。まあ善良な相手に食ってかかることもね。いいダメージだ。どんどん行くぜ。よし。おっと。いて。いて。炎やんげ。つか、あのデカブツはそんなに強くねえな。てか、こんなに食らうんだ。正直、マスターモードじゃないので、当たってもいけるやろ感で戦ってるけど、意外とダメージはでかいっすね。気をつけましょう。あれ？さっきのやつどこ行った？まあ平和が戻ったということでいいのでは。ハイラルの大地言うけど、あれ怖くない？さすがにいきなりあれ行くの。と言ってもな、祠に行ったところでステータス上がるわけでもねえしな。いっか。相変わらずまがまがしいぜ。つうか、この城ってもしかしてこっちの城？え、嘘？あんなことになってんのに。もしや、どうも。リンク殿、今までどちらに。あんなことになってしまって、プルア様はほぼ不眠不休で足取りを追っておられた。はーい。いや、まさかこの状況でここがこちら側のホームだとは思わなかったよ。いや、俺だったら真っ先に逃げたくなるけどね。いや、ごめんやで。はい。なんか様変わりしてんな。チス。ヘイユー、どこに行っておったんじゃ。プルアパッドの技術担当。ハリアップ。この建物の2階にいる。はいよ。いや、プラ先生。あんた今までどこに。幽霊じゃないわよね。頭身が上がっているぜ。ほう、メインキャラ昇格か。ある意味前はチキってただけだったよな。確かここまで扱い大きくなかった気がする。ゼルダ様とあんたはハイラル城の調査に行ったのよね。そっす。そして
その地下深くでミイラを見つけた。そうっす。それは目の前で目覚めて、ゼルダ様は地の底に消えちゃった。城が浮いたり遺跡がたくさん降ってきて大騒ぎだったのはその時だね。つうかこれ祠かよ。光の色的に。浮島にミイラについてた右手が守ってくれたってことか。それから変な奴にプルアパッドを渡されて、その右手はラウルって人のものだった。総集編みたいな感じになってるぞ。ゼルダ様の声を聞いてここにたどり着いたと。まあ多分きっとそういうことです。な、え、おい月赤いんですけど。ハイダル王国初代国王、国王さんまた消えたのか。うん、そういうことっす。ああ、うん、うん、隊長のホスタ、はい、ええ、はい、行けたら行くわ。ほう、人物名鑑。へえ。右の方が懐かしいな。よし。ふう。そういえばこっから買い物とかもできるようになってくる頃合いか。ていうかパラセールがまず欲しいよね。なんか懐かしい感じもするな、この模様が。よし、とりあえず蹴りがいいところまで来たので、あれ、おう、カツラださん。よう、おう、なるほど、おう、うっす、あいつもいるのか、怖いな。チェス、ええじゃん。おい、へえ、あ、買い取ってほしいけどそんないいもん持ってるわけじゃねえんだよな。おお、あ、よし、ようやく拠点らしきところにたどり着いて一息つけ、びっくりするわ、お前誰だよ。ランディ何なんだよお前、びっくりするわ。月見たら知らない人がヌッと出てくるから怖っ。なるほど、はいはい、もうこれからずっとランディのこと思い出しちまうわ。うわー、えらいこっちゃ、えらいこっちゃやで、これ。はい、月よ、赤く染まる月よ、何時の光がこの地を照らすとき、魔物どもの魂再び肉体を取り戻す。こんなやついんの。さながら古の大戦のごとく、お前はそんなに強くなかった。この地を席巻する。はあ、そう、これが起こるたびに敵が全部復活するんですね。気をつけましょうね、ランディ。はい、ようやく空気も収まってきたかな。よし、今回はここまで、ありがとうございました。